自分の推してるチームのチームカラーを揃えられると。これ何、これも初めて見るんだけども、これも羊革、本革羊革1580円。これ待って、何入れるのここに。これこういう UV 対策製品は暑くなる前に買っといた方が絶対いいです。欲しい時にね買いに行ってもね、ないのよワークマンはね。2500円、両方ついて2500円だしね。あ、なんならちょっとこれ息子に買っていきたいな。皆さんこんにちは。さっさっさっと情報がよくわかるサリーチャンネルへようこそ。声のする方に進化するワークマン社外取締役のサリーです。今日は5月中旬の路面店のワークマンプラスに来ております。またね、いろいろ夏物の新作とか、いろいろあと売り切れた商品なんかも入ってると思いますので、チェックしていきましょう。はい、じゃあ見ていきましょう。一番目立つところにあるのがこちらのバウンティーシェルシリーズですね。これなんかすごい伸びる系のあれだよね。ほら、ストレッチすごいするのね。これ1780円とか、あとちょっと長めの、なんかすごい生地が薄くて伸びて気持ちいいから、なんかお家でさらっと着る、ただあんまりなんかダラダラっとした格好するとだらけちゃうけど、このぐらいとかすごい履きやすくていいかもね。バウンティーシェルパンツ1900円、ハーフパンツとかも出てますね1780円。これ表地がリップストップの生地で、後ろはなんかちょっとね柔らかいね、すごいしなやかな薄い生地なのになってるのね、面白いね。あとちょっとここにトラベルシェルパンツがあったりで、ちょっと旅行向けの生地が薄くてストレッチする系のがいっぱい置いてありますね。あと超軽量のトラベルシェルフーディ1900円とかね、ちょっと旅行系に特化した感じの、ちょっとゴールデンウィークだったからね。はい、あと今日オニテックスのシリーズですね。あ、これショートパンツこの夏初めて入ったんじゃない。オニテックスのクロスランダーショートパンツ1900円、これかっこいいよねこのシリーズ、色味もね。で、前までちゃんとこの長いズボンとか、あとこれ長袖のジャケットは出てたんだけれども、ショートパンツが入りましたね。こういうね茶色の色味とかもかっこいいよね。これ今日もあれじゃん、ハマさん着てるやつじゃん。あ、これね、ハマさんこれ似合うよね。で、下に白いパンツ履いて、なんかちょっと爽やかな、若干マリンな感じの、マリンでもないな、なんだろう、あ、でもなんかいいよ、似合ってるよ。うん、これいいよね。これ結構さ、あのポケットとかもさ、膨らみとかあったり、結構なんだろう、すごいシンプルなシャツっていうよりは1枚着るだけで結構様になるというか、これいいね、使いやすそう。ユニテックスのクロスランダー半袖シャツ1900円です。カラーが他にもこういうグリーンとかブラウンもありますね。はい、続いて、あ、これ私今日着てるやつの色違いですね。これ今日これ着てます。メンズのジャケットを着てます。今日なんかねちょっと肌寒い日なの。ワイドラゲージノーカラージャケット2900円ね。これね、色味いいしかっこいいんだよね。たまたま私が今日着ているカラーはないけど、ブラウンとかネイビー、ブラック、グレー、あとこのねグリーンっていうお色があります。パンツはグリーンも置いてあるね。結構セットアップにしてあのやってもらってもいいし、別々の色でね使ってもらってもいいんじゃないかなと思います。これね結構着やすい、すごい。あと生地感がなんかちょっとシャリ感があるというか、うん、なんかねいろいろと着やすい感じです。ただ結構大きいから、私はバランスを取るために細身のパンツ履いたり、あとショートパンツなんかね履くことも多いです。あ、もうちょっとリネンが混じったリネンミックスショートパンツとか980円とかも入ってますね。こんなの浜さん夏とかねすごい暑い時期いいかもよ。朝が 15% 入ってるから、あのやっぱざっくりとした感じで風通しがいいんだよね。夏にすごくリネンの生地は向きます。ちょっとこういう落ち着いたサックスみたいなカラーとかね、こういう色使うの珍しいですよね、ワークマンでね。あとこういう深めのグリーンは結構あったりするけど、あとこれとセットアップで着られるシャツがこちら、リネンミックスの半袖オーバーシャツ1500円ね。白とかも爽やかだし、あとこういうブルーとかもあります。サックスか。でショートパンツの他に長ズボンもあって、長いズボンも安いよ、1500円だからね。こういうの着てもすごい使いやすそうな感じですね。 あとマシュマロシリーズね。個人的にこのマシュマロシリーズは黒とか履いてみたら私すごい履きやすくて、これね、うん、あの見た目以上に着てみるとすごく使いやすい、いい感じのパーカーとかねパンツとかすごい履きやすいなというふうに思います。
ちらはちょっとスポーツ系の感じですかね。今の時期だとこういうソフトシェルなんか1枚持っておくとすごく便利かなと思って、耐久撥水のシェルジャケット1900円。撥水なんで、あのレインコートみたいに硬くないというか、やっぱすごい柔らかくて薄手で、でも風も防いでくれるから1枚持っておくと便利だし、あとディアマジックダイレクトの高撥水の機能がついてるんで、ちょっとした雨ぐらいだったらこうさっさっとやってもらうと水もね弾いてくれたりなんで、半袖の上に1枚こういうの羽織るぐらいが今の季節ってすごくちょうどいいよね。でこっちはどっちかっていうとちょっとカジュアルスポーティーな感じがあるけど、もうちょっと綺麗めに着たいよみたいな感じで言うと、このあたりのねアーバンシェルのソロテックスというね、あの素材が入っている耐久撥水のアーバンシェルジャケット2900円なんか、結構街なんかでも馴染みやすいデザインで、ちょっとすっきりしててね、これも撥水機能ついてるんで、ね、1枚羽織であっても便利ですね今の季節ね。リペアテックのね MA1 ジャケットとかね1900円、まあ定番商品ですよね。あとこういうメッシュのフーディー、これは本当はあの防虫加工がしてあってキャンプなんかにはいいんだけれども、実は今季もこういうちょっと透け感のある素材のジャケットみたいなのって流行りだったりもするので、普通にあのファッションアイテムなんかとしてね使ってもらっても可愛いんじゃないかなと思います。結構派手めのカラーもあれば、こういうちょっと落ち着いたカーキとか、あと初めて試す人はブラックなんかは定番で使いやすいかもですね。これ長いタイプです。長いタイプ、ステルスフィールドパーカー3500円、ね、このあたりもいいね、使いやすそう。これはね私もサンプルでいただいて、このカラーよく使ってます。中に黒のワンピースとかノースリーブとか着ると、やっぱり腕をがっつり出すのが恥ずかしい時とか、こういうの1枚着て、でも網戸みたいにね本当にメッシュになってるから意外と風通しもいいから、あの見せたくないけどちょっと暑くてみたいな時にもすごくいいし、このねカラスキー中で土屋専務もこれ私買いましたよみたいな感じで、この間ねあの土屋さんから話しかけられましたね、うん、あとこれは人気で売り切れてた商品の再入荷ですね。これ実は なんかただのレインポンチョじゃないのっていうところなんですが、実はねすごく人気商品です。紹介していきます。トラベルシェルライトレインポンチョ2900円で、ポンチョなんですよ。結構ほらこんな大きく広がるレインポンチョ、まあメンズレディース共用の、まあ、メンズサイズで作ってあるんですけれども、これのいいところ色なんです。黒でしょ、ベージュでしょ、あとイエロー、ブルー、赤と。これ何かというと、やっぱスポーツ観戦とかでその自分の推してるチームのチームカラーを揃えられると。でさらにこことかこういうところポケットついてて、ここにドリンクとかもさせちゃうから両手が空いたりするんですよね。メッシュドリンクホルダーもついてますよ。でちゃんと防水が1万ミリだとかね、しっかり雨も避けられる耐久性もあって2900円で、やっぱりねこういうサッカーが好きな人に聞いたんだけども、公式グッズで出てるこういうやっぱポンチョあるんだってあるけど、すごい6000円いくらとかしてペラペラの生地だったりしてて、だからワークマンでやっぱこういう推しカラーのやつが売ってあるとすごくいいなって言うんだけど、やっぱこれ人気で一時期すごい売り切れちゃってて、今ここの店舗入ってますね。これねでもね入ってない店舗もあるみたいで、ちょっと路面店の方があるかもしれない。ちなみに商品番号が67531ですので、この番号でちょっと問い合わせしてもらえると、店舗に在庫ありますかみたいな感じで聞けると思うので、これね中にこういうケースがあるんですって。だからケースをこういう風に入れて持ち運びなんかもできるから、これいいね。ていうかさ、これさちょっともうちょっと子供サイズでこれあってバッグ付きだとめっちゃいいよね。今度ちょっと社員さんに行ってみようかな。よく小学生のお子さんにレインコート着せたったいんだけど、濡れたやつを乾かすところもないし、しまい方とかが分かんないからどうしようみたいな話があって、うん、なんかねこういう専用のバッグがあるとすごくお下げですね。であとそれで言うと、例えばこれでもいいかもね。トラベルシェルライトレインジャケット、これ1900円で、これよりこの半分ぐらいのサイズで、さっきちょっと置いてあったのがこれなんですけども、これはね確かこれも防水で耐水圧1万あって、これはポンチョではなくちょっとレインジャケットぐらいの長さですね。長さ的にこう
このぐらいなんですけれども、なんか旅行の時とか1枚上に重ねるもの欲しい、でもかさばるの嫌で、でもちゃんとしたレインウェアがいいみたいな感じの人にはこういうのね、これもここに入っちゃいますから、これあってもいいですね。これしかも値段も1900円だからね、これでありかもしれない。じゃあついでにちょっとまたね、6月なんて梅雨の季節来るんで、レインとりあえずたくさんあります。で、例えばこういうレインの、ね、帽子も意外といいんですよね。イージスの防水ハット1900円。帽子で撥水はよくあるけど、やっぱり、ね、防水ってなるとね、一気に高くなったりするんで、ワークマンだとね1900円ぐらいで本当買えちゃったりします。で、あと、まあ、パンツはパンツでこんな感じでレインパンツだけで売ってたり、セットもあるんですけど、これだと単品だとパンツ、シアサッカーのレインパンツ2500円で、私これのね、ジャケットこれです。これを持ってよく使ってますね。これがね、これ着やすいんですよ。今日みたいなちょっと肌寒い日にほんとちょうどよくって、シアサッカーのレインジャケット2900円。なんか表面が全然レインウェア感ないけど、レインウェアで、なんかね、なんかメッシュとかもついてるし、もちろん透湿度も結構高い上にメッシュがついてるから蒸れる感じも少なくてね、2900円非常にお買い得だなと思います。おすすめのレインウェアですね。あと、なんかレインウェアっぽくないレインウェア欲しい方、これとかもいいかもね。これバッ、あのポケットすっごいたくさんついてて、イージスのバックインアライルレインジャケット3900円。これも生地とかさ、全然さレインウェア感ないから普通にジャケットとして着られる。で、背中のここファスナーを開くとバッと広がって、リュックを背負っててもリュックが濡れないみたいなね、使い方もできます。まあ、あともう大定番だとこちらかね、バックインのレインジャケット3900円。これもここほら、こういう感じで背中ファスナーでこう広がりタイプになってます。あとそうだね、この辺もちょっとだけ値段上がりますけど、フレームテックのマウンテンザックレインパーカー、これ4900円で、これ実はキャンプ用に火の粉にも強いタイプで、もで表面コットンなんだけど、裏地はちゃんとレインウェアの加工してあるんで、中に染みてこない防水性もあって、で背中にここめっちゃ大きいポケットが、ここ全部ポケットというかバッグがいらないぐらいな、もう荷物全部ここに押し込んじゃったりもできるんで、これはこれですごくね使いやすい1枚ですね。で、まああと定番で欲しいなっていう方は、やっぱりこのイナレムのストレッチレインスーツとか、上下セットで4900円だしね、耐水圧も透湿度も高いんで使いやすいね。あとバウンディパウダーフライレインスーツ4900円、これも上下セットですね。上下セットだ。でもこれすっごい軽い、すごい軽い。これはちょっと手つけるの分かるかな、生地がすごい薄いんだけど、めっちゃ伸びて柔らかくて、あ、これちょっと着てみたいかもね。へー、あ、これは夏向きだわ多分。生地が薄くて、でもちゃんと耐水圧1万あって、透湿度1万あるから、ちょっと薄手のレインウェア欲しいわ、かさばらないのが欲しいわって人にはすごいセットで4級だしいいかもしれないね。あとそうね、まあトラベルシェルシリーズもなんか今、あと部屋着ちょっと結構暑い日も増えてきたから、半袖とショートパンツのタイプとかセットでも売っていて、これが耐久撥水のトラベルシェルセットアップ2500円、両方ついて2500円だしね。この生地がね、ほんとサラサラしてね、着やすいんですよ。あ、なんならちょっとこれ息子に買っていきたいな。あ、これ M サイズ、本当は S サイズがあればベストなんだけど、これちょっと中1の息子用に買ってこうかな。ウエストもこれほら絞れるから、最悪ちょっと大きくてもギュギュっていけちゃうでしょね。いいね。トラベルシェルシリーズは長袖とかね、あと長袖を取って半袖にできたりもするんで、この辺りもいいですね。お、あと耐久撥水の生理育業用 T シャツも入ってますね、1500円で、セットアップになるショートパンツも1500円です。生地感が変わったよね。なんか前もっとシャキシャキしてた感じが、トラベルシェルみたいな生地に変わってるね。これなんかちょっと今季ね変わってますね。これ中にインナーパンツもついてるんで、本当になんかこれ1枚で水着も着ずに、これ水着みたいな感じでも着てもらえる1枚かなと。まあただこれでがっつり水着入るのはどうかなっていう気もちょっとするけども、なんかちょっと川遊びとかね、なんかそういうちょっと水辺のレジャーとか海に行くよなんて時にすごくいいかなと思います。この辺ショートパンツ結構いいね。これ何、あ、これは今日履いてるやつです。ついに入荷しましたね。シャリテックナシジハーフパンツでございます。
商品番号21604、これ驚きの780円です。で、私が今日履いてるのがこちら M サイズ、メンズの M サイズ、ウエストが私下腹部ぽっこりなのでメンズの M サイズでちょうどよく履けてます。これ780円で、これです、これです、まさにこの M サイズを。黒じゃなくてチャコールなんだね。でもね、ほぼねブラックに近いカラーで、ウエストを実はゴムで絞れるようにもなっております。何かと結構ね、こう見ると普通のショートパンツだね、だけど結構なんか綺麗めに履けるショートパンツ探している方はこれすごくいいよ。丈感といい、生地感といい、これ好きです。これメンズレディースもぜひぜひ、ちょっといろんなカラーも揃ってて、値段がとにかく780円で安いからね、いいと思います。あとショートパンツだとこういうね、プライムテックのストレッチデニムクライミングショートパンツ2500円、これも火の粉に強いタイプで結構生地はしっかりしてますね。ちょっとアウトドアっぽく生地がクレイジーな配色とかね。これがコットンツイルショートパンツ1280円、コットン 100% なんですよね。かなりあのカジュアルな雰囲気がありつつ、やっぱシルエットは綺麗めに履けるんじゃないかな、うん、今ね本当コットンの値段高いんで、この値段で作れるのは頑張ってるんですっていう風に社員さんがね言ってましたね。で、あとこれがもう水着でいけるタイプです。これ毎年入ってるんですけど、これねワークマンのね PP 商品じゃなくて仕入れているあれなんですけど、1500円で買える、本当に生地は水着に近いです。ただなんだろう、伸縮性がある水着とはちょっとまた違うんだけど、でもこれ全然多分海入れますね。でほら中にインナーショーツもついてるんで、水着としていけて、しかも1500円で履けちゃうんで、買えちゃう、履けちゃうじゃない、買えちゃうんでね、そんなのも実はワークマンにはあったりします。あ、そうそう、この辺がこれ女子限定じゃないんだね、路面店も入るんだね。ボタンダウンブロード長袖シャツ1280円、なんかザ普通のきれいめなシャツっていう、で生地感はカジュアルじゃなくて、どっちかっていうとオフィスなんかに向くようなきれいめの上品な生地感で1280円、安い。もう真っ白もとか、あとこういうサックスカラーとかねあるんで、この辺りはなんかてっきり女子限定かと思ったら路面店にもあるんですね。あれ、これなんだろう、あ、これあれか、シャリテックかな、そうだね、シャリテック狂年誌オープンカラー半袖シャツ1500円。この辺なんかもね夏ちょうどいいですよね。 EJ パンツに至ってはもう1500円ですから、めっちゃ安い。カラー配色もかなり揃ってます。はい、あとこちらゴルフコーナーでございます。ゴルフ系、ゴルフ場だとまださ高原とか寒いところもあるから、こういうちょっとねニットのブルゾン的なものもあれば、もう半袖のねこういう動きフィット半袖モクネック、980円だからね安いよね。あとこういうショートパンツ、ショートパンツ FO サークルストレッチショートパンツ1500円とか、めっちゃ伸びる、めっちゃストレッチするやつとかもねありますね。こっちは長い、ね、ロングパンツ系もありますので、パフォーマンスレギンスだって1900円。あ、なんかここで生地が違う、切り替えになってる、これゴルフ用なのかな、ゴルフコーナーにあるからそうなのかな、なんかちょっと面白いね、うん、ファインドアウトだから多分まあゴルフ用というよりはファインドアウトシリーズなんで、スポーツなんかに使えるやつかなね。まあでもゴルフ用品に関してはよかったら別で詳しく動画を上げてますので、そちらも合わせてご覧ください。あとね、今日みたいにやっぱ肌寒い日もあるんで、こういうコットンポンチ長袖モックネックとかね、いいですね。あのほら、キシリトール配合で涼しく感じるキシリトールコットン半袖 T シャツ1280円、これなんかね色味が多分ワンウォッシュかけてあるよね、ちょっとなんていうの、落ち着いた古着っぽい感じの色味とかはね素敵ですよね。あとこれは大定番のヘビーウェイトコットンオーバーサイズ T シャツ980円、もうヘビーウェイトなんでかなり重みのある、しっかりとした厚みのある、もう大定番のね、T シャツですよね。あとこれね、スムースアイスコットン半袖 T シャツ980円、これね私も春先に購入しました、これすごいいいよね。あと、あ、これの
を今さっき紹介したら私が今履いてるショートパンツの対になる感じのトップスがこちら、シャリテックのなし地半袖 T シャツの780円、同じ生地感だね。あ、薄くてサラサラしてて、で接触冷感と吸汗速乾がついてますね。ちょっと素材感ポリエステル100なんで、サラッとした本当感じの、汗とかすぐ乾きそうな感じの生地感になってますね。あとこれがほらゼロクリアコットンタッチ半袖 T シャツ780円、これね、あれなんですよ、加齢臭をね、ノネナールだねにも効くという、ハマさん必要なんじゃないかそろそろ必要なんじゃないの、大丈夫かと、まあ半袖シャツも昔はね本当、あ、これあとこれがワイドラゲッジ半袖 T シャツ、かなりワイドです、横幅とか L サイズだけどめちゃくちゃ広い、だからちょっとかなり横にワイドな大きめの、袖も多分かなり落ちる感じのボリューム感のある T シャツ探してる方これいいですね。でワイドラゲッジの名の通りトップスなのにここにファスナーがついてて、ポケットにいろいろ収納できる感じになってますね。昔はワークマンは本当 T シャツといえば本当になんかパックに入ってるやつとか、あのスポーツ用のしかなかったのが、本当にカジュアルでね着れるような T シャツが780円とか980円とかでいっぱいありますので、ぜひぜひ機能用途もいろいろあるんでチェックしてみてください。あとなんかちょっとスポーツで体の体型目立ってきたから、ちょっとランニングでもしようかなとか、ジム通おうかななんていう方は、この辺りとかね本当に580円とかでワークマンでは揃えられますので、ちょっと続けられるか分かんないけど、とりあえず2枚ぐらい買って洗い替え用にスポーツ始めてみたいなんて方には、本当にワークマン580円で買えるのでおすすめです。このアウトドアプリントの半袖シャツ1500円とショートパンツ1280円もありますね。バッグが防水系のバッグもね2900円だったり、あと防水のメッセンジャーバッグ2500円であったりするんで、これからね梅雨のシーズンとかあるといいかもしれない。何これ初めて見たんだけど、何この商品、本革羊革だって1580円、これはおじさまが持つやつだね。うん、セカンドバッグってやつ、こうやって持つやつだよね、こうやって、懐かしい。これセカンド、あ、柔らか生地が、革の匂いがする、本革だ、本当に本革の羊革なの、羊革1580円って安いんじゃない、ちょっとこういう意外と今日のファッションにも合ってしまう。一周回ってハマさんとかこれにさ、スマホとか充電モバイルバッテリーとか入れてさ、ハマさんいいんじゃないの。これ何、これも初めて見るんだけども、これも羊革、本革羊革1580円、これ待って何入れるのここに、これヒゲ剃り、ガラケー、ガラケーにしてもちっちゃいね、スマホは入んないんだよ。あ、ここにショルダーのつけられるのあるの、これ多分ショルダーベルト入ってる、入ってますね、斜め掛けできるんだこれ、ほら、なんかうちのお父さんとかがちょっと持ってそうな感じ、でもなんか一周回ってなんかこういう感じもありなんですかね。あ、すごい、なんかちょっと待って、本当にいろんな種類が出てる、何なの、何が起こった、ワークマンに。これもですよ、これも1580円、ウエストポーチですねこれね、すごい初めて見た気がします。でと言いつつ、割と女子なんかの女子店で置いてある SBR デイバッグ3500円が置いてあったり、これもあと一時期あんまり置いてなかったこの正方形タイプの SBR スクエアポーチ1900円とかね、これは多分でも店舗さんによって仕入れてるところと仕入れてないところとか、女子店舗でもあるところとないところあるかなと思います。あ、トートバッグがさ、これトートバッグ、これ再入荷しましたね、ジョイントトートバッグのエキスパートエディションです、1900円、私これの黒を愛用してて、同じ値段でエキスパートじゃないのもあります。それは普通なんだけど、エキスパートエディションはチャックが2つついてて、片方はしっかりとしたあのスポンジが入ってるから
ノートパソコン運ぶのに超良くて、だからこれがあればノートパソコンを入れるケースが必要ないのよ。でお値段据え置きの1900円で YKK のファスナーになってて、これねすごいおすすめで、あのただ結構ね前紹介した動画もすごい再生数いったんですよ。だから皆さんおすすめしたいと思って、私も厚くおすすめしたから皆さん見てくださって、ただなんか再入荷がいつか、まだ再入荷はかけてるんだけどいつか分かんない、入ってますから、これ店舗さんによっていくつか、ただここでも緑が2個あるだけだからそんなにたくさんあるわけではないかもしれないけど、ちょっとパソコン持ち歩く方には最強のトートバッグだと思うんで、1900円で安いんでぜひチェックをお願いいたします。はい、じゃあレディース、なんかレディースコーナー広がった、ここと、まあ両方なんだけど、ここの店舗は前は靴とかレディースの靴とか置いてあるコーナーも全部洋服に広げてますね。あ、やっぱりこういうシャリテックの和紙バケットハットとかね、1280円、本当にねワークマンは実は帽子たくさんありますから、こういうキャップタイプもねありますね。で私もねこれすごい愛用してますよ、このサーバーライトカーディガン、1500円でカーディガンが買えてしまう。でやっぱ今日みたいにちょっと肌寒い日とか、あんまり薄いタイプよりこのぐらいちょっとねカットソーみたいに厚手な方がね温度調節しやすかったり、あとやっぱこういうパキッとしたカラーとかは肩に巻いたりするとすごく顔周りが華やかに見えたりするので、意外とこういう色とかねおすすめだったりしますね。ちょっと中を見ていきましょう。あとはシンレス T シャツね、これもいいですよね、980円。これも去年の動画でめちゃくちゃ詳しく紹介して、もう全女性におすすめしたいということで出している T シャツでございます。今季はこのグリーンとオレンジっぽい柄とかコーラルカラーですね、このあたり新色で入ってます。ワークマンはこの今年すっごいアームカバー日焼けしないためのめちゃくちゃ力入れてて、もうこういう柄付きのであったりだとか、指先までをフルガードタイプであるとか、あとはもうこういうショートタイプとか、あとなんかねもうほんとありとあらゆるものが、これとかメッシュになってるタイプであるとか、そうあと指先までこうもう手ロング手袋みたいな、あハンドカバーね、手袋タイプとか、もうありとあらゆるものがあるので、私この中から前回ですね、3つピックアップして紹介した動画も上げております。ぜひねちょっとこれやっぱり店舗で開けさせてもらうのって難しそうな商品になるので、ぜひねチェックして使い心地とか見てもらえると、そちらの動画見てもらうと分かるので、ただやっぱりこれだけ全部はさすがにちょっとやれないか、ま、なんか前来た時よりまた種類が増えてますよ、うん、でもやっぱりね日焼け止め塗るのも大変だし、ちょっと洗濯するときにさっとやって洗濯干すとかね、そういうのの使い方もいいかもしれないですね。やっぱね肌をね出さない方がもう今ね涼しいですよ、こういう接触冷感とかもついてるからね。お、ブラウス系入ってますね、これ私も大好きなシンレス T シャツですね、シンレスブラウスでした、1500円。もう出張の時とか私大体すごい生地もさらっとしてて吸汗速乾もついてるし、あとなんかすごいちょっときれいめな感じにも仕上がりつつ、下に履くものでカジュアルにもなったりするんですごい使いやすいです。なんかこういうギャザー付きのも入ってるんですね、ニュートラルフレアプルオーバー1280円。なんか最近もう本当にレディースのものが増えすぎて、ワークマン女子限定のものもあれば路面店に入ってるものとかもねいろいろあるんで、ちょっと私も最近わけがわからなくなってきたところですが、結構ね可愛らしいのもちゃんと路面店にも入ってますよ。こういうドライサイドパフスリーブ T シャツとかね、パフスリーブになってて可愛いですね。で吸汗速乾のドライの生地で、これねカラーがあとバリエーションが結構多かったりもするのでね、この辺りもいいですね、着やすいですね。であと今季女性用のインナーめちゃくちゃ売れています。やっぱり他社さんと比較してもめっちゃ安いんだよね。で特にあとこういう、これもともとワークマンでメンズで出してたアイスチャージのシリーズとか499円で接触冷感があって、テンセルっていうすっごいめちゃくちゃ柔らかくて気持ちいい生地、これ一番499円安いよね。あとはこの旭化成アドバンス会社との共同開発製品であるこの深呼吸するインナーね、これもねすごいサラッとしてテロテロっとした生地で気持ちいいんですよ。あと個人的にはこのシルクコーンのね滑らかタンクトップ580円もすごいいいなと思ってて、ちょっとここが詰まってるから、例えばこういうブラウス着た時にこれとかねちょっとね気をつけないとね胸元見えちゃうんですよね。ここ
だからこういうの1枚中に着ておくと胸元がちょうどこうなって、このシリーズすごいね、あの見えなささがちょうどよくて、しかもこの580円でシルク入ってるから、やっぱ着心地もねさらっとしててね気持ちいいし、ストレッチも効いててね、これはねおすすめです。でカラーも結構ホワイトだったりライトグレー、ブラック、あとパープルとか、あ、こんなに色の種類あったの。これちなみに私これだけで1動画撮ってますんで、ちょっとそのうち早めに編集してお見せできるようにしますので、これもおすすめです。580円のシルクミックス。あとそうね、このねアメリカンスリーブブラトップ980円もすごい売れてて、これブラトップついてるんですよね。カップもついて980円めっちゃ安くて、ただ私が着てみるとちょっとねこう詰まっている感じが、ちょあとここの空きが大きくて私あんまり似合わなかったんだけど、合う方にはいいんじゃないかな。あとノースリーブも出てますね。マルチリブノースリーブ T シャツ980円ね。ノースリーブねもうちょっと出してくださいよって去年ねお願いしてたら今季入ってますね。こういうグレーっぽいカラーと、あとこういう黒とかのねボーダーもありますね。であとこれもドライサイドスリーブレス T シャツ980円、これもね着やすそうですね。あとこれさ UV でさあれだ、ファスナーがないタイプも新しく出てます。実はクール UV フェイスガード長袖シャツ1500円、これ口元を覆えるフェイスカバーもついて1500円で、フードもついてますね。フードもついてる。これでもちょっとざっと見たんだけど、逆にここはファスナーの定番タイプが一回あれかね、ゴールデンウィークすごい暑かったから売り切れちゃったのかもね。うん、やっぱりねこういう UV 対策製品は暑くなる前に買っといた方が絶対いいです。欲しい時にね買いに行ってもねないのよワークマンはね。いやいやいや、まあねこういうタイプもでも着やすいよねきっとね。あとはレディース用のレインコートシリーズとかも本当これとかね可愛い柄とかあったり、これもすごい可愛い柄ですよね2900円で。あとねこういう長めのレインポンチョ柄で、これバッグもついてます。バッグもついて価格が耐久撥水レインポンチョ EX3900円、これぜひちょっと梅雨に向けてこういうのあるといいですね。こういう可愛いライトグリーンみたいなカラーもあります。あ、これ私大好きで履いてるシーンレスタックパンツ1780円、これもてっきり女子限定なのかなと思ったら路面店にもね入ってるんですね。私このライトグリーン大好きで今季すごいこれ着てます。これに白いブラウスね合わせるとすごい可愛い。でもちょっとこういう明るい色まだちょっと着るの勇気いるなって方はこういうグレージュとか、あと定番のねブラックもありますので、タックパンツ履くだけですごくやっぱオフィスなんかにも使える一枚なんであると便利ですね。もうあと撥水プリーツセミワイドパンツ、プリーツが効いてます、1900円、これかわいいね。このバーサタイルショーツ1500円、これ今季入ってるの初めて見るかも。紐がかわいいんだよね、紐がかわいくってさ、キャンプなんかにぴったりな感じのアウトドアのショートパンツでね、いいよね。キャンプシーンにこれにレギンスとか履いたら一気にアクティブな感じで、ちょっとしたハイキングとかにもおすすめです。あと撥水のジャンパースカートとか、あったポケットブルパーカー遮熱 UV 1900円、ちゃんとファスナータイプも置いてありました。大丈夫です、さっき漁らせるようなことを言ってしまいましたが、ちゃんと売ってますね。これとあとこういうファスナータイプ、こっちも1900円、あ、そうだね、あ、これはねでもクールサンシェードパーカーだから、あれこれもあったっけ、あれもう一個あるよね、あと口元を覆えるタイプもあるよね、それがこれか、これがもあるのよ、クール UV フェイスガードパーカー1500円もあるのよ。そうなのそうなの、いろいろ種類があって触り心地も微妙に生地の感じとか伸びる感じとかも違ったりするので、ぜひねお店でお気に入り探してもらえるといいかなと思います。いいなこれ、姉の誕生日がもうすぐだからこれ買ってあげようかな。なんかねちょっと買い物行く時とか1枚あると便利だよね、洗濯物干す時とかさ、ほんとそれこそ買ってあげよう。はい、じゃあちょっと靴も見ていきましょう。
このね980円シリーズも、このシリーズはもううちの息子が、足の大きい中1の息子がめっちゃお世話になってるね。980円でもういいねということで、この辺お世話になってます。でこれからちょっと梅雨があると、やっぱ防水の手術だとこの辺もいいね。ちょっと厚底のバウンステックの高反発ソールがね、いいハイバウンスレインシューズ、こちら2900円で、表面のねこの辺イナレムのシリーズで、水に強い防水のタイプになります。防水でだったらこれも防水なんですよね。一応4センチ防水だから、まあここまでとかっていう感じなんだけど、ただ実際この辺の表面の生地も合皮だから水を弾くのよね。ただいわゆるこういう縫い目のところからも侵入する可能性があるから、全部完全防水とは言えないんだけれども、ちょっとでもこの辺が濡れるじゃない雨だとね。だからそのこの辺が濡れる可能性っていうのは多分かなり少ないから、このあとベージュもあるんで、この辺とかはね梅雨に向けていいですね。あととにかく軽くて柔らかくて防水がいい人は、これ昔からあるシリーズなんですけど、アスレシューズストームランナー、これ別にでも雨の日じゃなくても晴れの日でも履けて、でここ雨濡れてもやっぱね全然ね染みてこないんですよ。これ防水系の中で軽くて歩きやすくて値段が一番安いのはこれです。これあとそうね、防水で見ていくと、あとキャンプシーンとかで防水で蒸れにくくてちょっと固めのしっかりしたのがいい方は、この6センチ防水のアクティブハイクのサミットハンターとかね、これも防水、どっちかというと日常歩きというよりは結構山とかそういうしっかりした、まあ逆に言うとちょっとしたハイキングとかね、そういったところにも向くシューズですね。もうあとサンダル類も入ってきてまして、お値段もね980円ぐらいで、 この辺なんかもっと安いんじゃない、これなんて780円とかね。あとマリンシューズなんかもありますので、これも980円かな。ちょっとね夏が来る前にいろいろサンダルとか買っておきたいなという方は、ぜひぜひワークマンでチェックしてみてください。でレディースのサイズの、ね、コーナーもありますんで、レディースは足が一番小さいもので23センチから24センチまで、 24.5 より大きいのはもうメンズと共用サイズになるといった感じです。 あとそうだね、なんか軽い長靴が欲しいって方は、これめちゃくちゃ軽いんですよ。これ軽い長靴で、もうそれこそ完全防水ですよ。これ1500円とかで買えちゃったりもするんで、結構ねガーデニングブーツなんていう風に言いますが、意外とブーツ、ショートブーツみたいな感じでも履けちゃったりするんでいいかもですね。あとはもうがっつり長いタイプの欲しいって方はこういうね1500円ぐらいであったりとか、 あとレディースだと、そうこのシリーズが新作で結構人気で、この店でももう 2,3 足ぐらいしかないですね。このシリーズ新作です。2500円、かっこいいよね。結構ゴムがしっかりしている、あ履きやすいね、ちょっとおしゃれな感じもあるんで、おしゃれ長靴探している方はこのシリーズもいいかもしれません。今日の工具コーナー、工具というか何これ、迷彩足カバーね。これさ、ゲイターってやつじゃん。ゲイターって登山用具で買うとめちゃくちゃ高いよ。あの前に富士山を登った時に、降りる時にある砂の中をねズザーズザーって降りてくるんだけど、こういうカバーがないと全部靴の中に砂が入ってきちゃったり、水が入ってきちゃったり、雨とかね。だから登山やる人ってこういうの買うんだけど、2,000〜3,000円して買ったよ、こういうの。もうこれ迷彩とかいいじゃん、もうこれで795円とかだよ。ほら、農作業、土木作業とか防雪防寒レジャーに最適、こういう足のここまで覆うタイプもあるんだね。あと何これ、カッパの足だって。靴を履いたまま携帯用長靴1180円、へえ面白いな。もうほら、スニーカーとか濡れちゃう人をそのままズボッと覆えるみたいな、自転車乗ったりガーデニングやったり雪道やったり、こんな商品もあるんだね。こっち女性用かな、こっち23から25、こっちが25から28、いろいろ面白い製品もありますな。はい、というわけで今回は5月上旬の路面店のワークマンプラスでいろいろチェックしてみました。人気の商品が再入荷してたり、やっぱりねこれから紫外線気になる季節ですから、紫外線カットのもの、機能性の高いものであるとか、いろいろね、あのちょっときつい日常から体を守るものとか、いろいろチェックしてもらえるといいかなと思っております。
私のチャンネルでは他にもですね、ワークマンの春夏の新作の情報の紹介もしております。そちらも合わせてご覧ください。あともう一つのチャンネル、サリーのキャンプチャンネルではワークマンのキャンプギアの紹介もしております。そちらもぜひチェックしてみてください。今回の動画が良かったという方はいいねボタンをチャンネル登録してもらえるととてもとても嬉しいです。それではまた次の動画ですぐお会いいたしましょう。またね。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。もう一つのチャンネル、サリーのキャンプチャンネルもぜひチェックしてみてください。Twitter、X、Instagram、TikTok もやっておりますので、ぜひそちらもフォローよろしくお願いします。